曲目、To Get Star。自分たちが等身大で今見てるものとかそういう思った気持ちとか、まあ、そういうのを大事にしたいなと思ってオリジナルを結構
構メインでやってるんですけど、まあ、あの伝わるかどうかという、あの毎日そんな感じの修行をしております。じゃあ次は、まあ不倫の曲ですね。テリトリーという曲なんですけど、まあ不倫は良くないよと思いながら書いた曲なんですけど、はい、あの正しい曲なので手拍子とか持ってください。Yeah!
巨人はダメです。はい、あの僕もやりまして嫁さんに殺されかかりました。はい。まあ男なら一回あるもんですよね、先輩方。まあいろいろありますけどね、もうこの人いろいろあります、本当に。まあ、次の曲なんですけど、打って変わってあのちゃんと恋愛の曲でいきます。あの、まあ、これはあの滝の、ね、不倫の曲の前にできたような感じの曲だと思ってもらえればいいと思います。はい、あの今ここにいないリードギターの子が作った曲なので、はい、なかなか説明がちょっとしづらいんですけど、はい、聴いていただけたらと思います。はい、急遽半分がやります。
私このバンドにはですね、4月から加入いたしまして、ちょっと年が一回り上なんですけども、なんとか頑張ってついてってます。いやいや、そんなことないよ。一回りもはちょっといいですか。あの、江戸は一緒でしたね。ですね。はい、あの、いろんな年齢でやっております。本当に、次の曲いきます。まあ、これ僕作った曲なんですけど、まあ、今年の3月ぐらいかな作った曲で、想像よりもっていう曲で、まあ、本当に、まあ、想像してたよりあの現実はいろんなことがあるなと、今日もそうだったんですけどね、あのギタリストがいないとか、あのいろんな状況があるんですけど、やっぱりやりたい曲がある、まあ、ライブをやらなきゃいけないとかそういうこともあるので、まあ、そんな中であの自分たちが、まあ、無理にでも前を向いてでもやっていきたいなという曲です。想像よりもという曲をやります。Thank you.
あと2曲あるんで、ちょっとぶっ飛ばしながらやります。あんまり口数少ないですけど、ね、一番よく喋るのは多分ドラムの小林くんです、はい、で、あの次の曲なんですけど、ドラムの小林くんが思いっきりもうぶったらくんで、ちょっとうるさいかもしれないんで、ちっちゃいお子様の耳栓でも話しておいてください。で、よければ皆さん手拍子等々よろしくお願いします。じゃあ次、Missing Days。これは前のバンドの、
ヤマトっていうバンドがあったんですけど、その時から歌っている曲です。でちなみに今日は元相方が来てくれてます。本当は歌ってほしいんだけどね。はい、そうだね、いきなり無茶振りやね。はい、じゃあスマイルランナーいきます。違
側に